ご視聴ありがとうございます。あかねちゃんやで。本日は J3 の開幕戦、奈良クラブと松本山雅 FC の観戦記を見ていただくで。ここは近鉄奈良駅。奈良クラブのホームスタジアム、ロートフィールド奈良の最寄り駅になるで。ちなみに、今回の動画は iPhone14 での撮影になるで。GoPro に SD カードを入れ忘れてしまったからな。では、東出口に向かうで。東出口からは、奈良が誇る有名な観光地に向かうこともできるで。時間がある際には、ぜひとも、春日大社や東大寺に、奈良公園に行ってもらいたいで。地上に上がってきたで。東側に歩いたら、奈良公園とかに行けるで。ロートフィールド奈良は、北の方に歩くと着くで。ロートフィールド奈良には、バスでも行けるで。近鉄奈良駅やったら13番乗り場から行けるみたいやで。13番乗り場はここよりもう少し西へ歩いたとこにあるで。うちは今回歩いていくで。 Google マップで調べるとだいたい 1.7km になっていたので歩いていけんことないからな。Google マップやと安らぎの道っていう大通りを北へ北へ歩いていくで。ここら辺で、松本山雅奈良クラブのユニフォームを着た人たちと出会えたで。うちは、知らへんスタジアムや、初めてのスタジアムに行く際には、そのホームチームのユニフォームを着た人についていくことにしているで。方向音痴やからな。途中には、佐保川があって、そこからは格差山かな?が見えるで。あっち方向に、正倉院とかがあるみたいやで。そして途中にはローソンもあるで。ここで飲み物や食料を買っておくのもいいかもやで。ここから上り坂に。ここまで結構歩いているからこの上り坂がきつく感じるで。奈良クラブのラッピングされたバスが通り過ぎたな。パッと見た感じめっちゃ混んでいたで。鵜の池が見えてくるとスタジアムはもう少し。ここまでだいたい20分ぐらいやったかな。まあまあいい運動になったで。さっきのバスが止まっていたで。バスはここまで見たいやな。バス乗車の人たちもここからスタジアムまでは歩くみたいやで。向こう側にはおしゃれな感じのスターバックスがあるな。時間があるならおしゃれなコーヒータイムを楽しむことができそうやで。この一帯はガンバ大阪がとてもお世話になっているロート製薬の名前がついているな。武道場やアリーナがあるみたいやで。ようやくロートフィールド奈良に到着。さっきの停留所近くからさらに5分ぐらい歩いたので、結局近鉄奈良駅からは20分以上かかったことになるで。こっちはメインスタンド側でスタジオグルメなどを販売しているお店がたくさんあったで。そしてたくさんの人たちが並んでいて大繁盛な感じやったで。ここは関係者とかの入り口になってるで。ここから入ったら楽やねんけどな。うちらはもう少し向こうに歩いて入場するで。入り口までに奈良クラブの公式ショップがあったで。ここでグッズが買うことができるみたいやで。ちなみにアウェイの松本山雅のショップはこの反対方向にあったで。帰りに確認しました。コンコースには奈良クラブの選手の上りが飾っているで。どれもかっこいいのでファンや推しの選手を探してみるのがいいと思うで。今日はここからやで。バックスタンドやゴール裏の席は芝生になっているスタジアムやな。あとこのスタジアムは屋根がメインスタンド側のほんの一部しかないから、ここで観戦していたらめっちゃ日焼けしてしまったで。油断したな。
本当に松本山雅のサポーターめっちゃ来ているな。これは松本山雅の選手たちは心強いで、まるでホームみたいやもんな。そして奈良クラブ、この試合の中にあるスタージンライナー。ここからは松本山雅のサポーターの応援とかを見ていただくで、まずは選手紹介やな。ロートフィールドなら電光掲示板がありません。なのでホーム側のゴール裏にこんな感じにチーム名や点数を表したり試合時間を表す時計が設置されています。この動画を編集している際に時計の存在を知ったで、なので試合を見ている時はあと何分やろって感じで時間がわからんかったで。あと選手もこんな感じにベンチ近くに書いてあって、交代の際には担当の人が手動で変えるのでとても新鮮やったで。この試合を見に来た理由の一つ、かつてガンバ大阪でプレーして大活躍された渡辺一真選手のプレーを見ることです。ベンチからのスタートやったけど後半途中からピッチにらしいプレーを何度も見せてくれて、これからストライカーとしてゴールを量産すると思ったで。そしてガンバ大阪ユース出身で主に U23 でプレーした嫁坂選手やで、ポジション的には左のウイングやったかな。これからの活躍を楽しみにしています。試合は松本山雅が 2-0 で勝利。奈良クラブもチャンスを作っていましたがあと一歩足りなかったで。奈良クラブと松本山雅の試合とても楽しかったので、また両チームの試合を見に行きたいと思ったで。帰りも歩いて帰りました。今度は下り坂だったので息よりマシやったかな。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回もよろしく頼むで。